ドローンから FPV ドローンが発進。史上初の無人空中空母がウクライナの空に現る。ロシアとウクライナの戦争において史上初の無人空中空母とも呼ばれる新しい無人機システムが運用され始めました。このシステムはドローンからドローンを発進させるという画期的な技術で、特に FPV ファーストパーソンビュードローンが中心となっています。このマトリョーシカ式ドローンは戦争の新たな武器として注目されており、無人システムの技術革新を象徴しています。小型の FPV ドローンは戦車や大砲、歩兵、掩蔽壕、偵察ドローン、さらにはヘリコプターに対しても大きな破壊力を持つ兵器として知られていますが、従来の課題としてバッテリーの制約により飛行距離が限られていました。しかし無人空母としての大型ドローンの導入により、この課題は一部解決されつつあります。無人母機がFPV ドローンを遠隔地まで運ぶことで、これまで到達できなかったエリアへの攻撃が可能となっています。ウクライナの前線深くで最近発生した FPV ドローン攻撃は、ロシア軍がこの新しいシステムを配備したことを示唆しています。ウクライナ軍も同様のシステムを運用している可能性はありますが、現時点では公にされていません。FPV ドローンの技術進化。ウクライナの軍事技術評論家セルヒー・フレシュ氏は、自身のテレグラムチャンネルで、我々の部隊の一つが前線から約 40km 離れた場所で8インチフレームの標準的なドローン2機の攻撃を受けたと報告しました。フレシュ氏は、この攻撃に使われたドローンが大型の再利用可能なドローン母機によって後方まで運ばれた可能性が高いと述べていますが、具体的な種類は特定されていません。攻撃用 FPV ドローンは、もともとレース用の高速ドローンから進化したものです。これらのドローンは短時間での高速飛行を目的としており、初期の段階では制御範囲は3キロから5キロメートルに限られていました。しかし、設計の進化に伴い、現在では制御範囲が 10km を超えるものが登場しています。さらに、無線中継機を搭載したドローンを空飛ぶ中継基地として活用することで、無線通信の範囲が大幅に広がりました。これにより、FPV ドローンは中継ドローンを利用して、通常 10km から 20km の範囲内で攻撃を行うことが可能となり、時にはそれ以上の距離にも対応できるようになっています。このように無人システムの進化は戦争のあり方を大きく変えつつあり、特にドローンの活用は戦場における戦術の変革をもたらしています。ロシアとウクライナは現在複数の FPV 運搬ドローンを開発しており、それぞれの国が技術的な進歩を続けていますが、共通する大きな課題はバッテリーの持続時間です。現在市場で入手できる最高のバッテリーを使用しても、FPV ドローンの飛行時間はおおむね15分以内に限られており、そのため航続距離は最大でも約 30km 程度が限界です。特に回転翼型ドローンは対空するだけで多くのエネルギーを消費するため、航続距離が制約されます。これに対し、固定翼型のドローンを使用すれば、飛行距離は飛躍的に伸びる可能性がありますが、操縦者たちは小型で安価な FPV ドローンを好むため、より効率的な運搬方法が模索されています。その一つの解決策として、FPV ドローンを別の大型ドローンで運搬するという方法が考えられています。ロシアでは今月、ドローン製造業者が、ブーリャ20というシステムを公開しました。このブーリャ20はロシア語で嵐を意味し、固定翼型のドローンであると推測されています。このドローンは地上の管制から約 70km 以内の範囲を飛行し、
複数の FPV 攻撃ドローンを搭載して発進させることが可能とされています。また、ブーリャ20は高倍率の光学機器を搭載しており、操縦者が目標を発見する際に使用されるほか、通信中継基地としての役割も果たします。この機能により FPV ドローンはブーリャ20から最大 15km 離れた地点まで飛行できるようになっています。さらにブーリャ20の最大積載量は 15kg で複数の FPV ドローンを運搬することができるとされています。現在このシステムは小規模ながら生産が開始されているとのことです。またロシアでは昨年8月に開催された国際武器見本市アールミア2023において別の企業であるスビアーシ・スペツザシータ社がアドミラルという同様のドローンを展示していました。このアドミラルは FPV ドローン2機を搭載し航続距離は最大 400km に達するという特徴を持っています。さらに今年3月にはロシア国内で3種類目となる FPV 運搬ドローンプチラーカッコミツバチが目撃されています。ロシア製のこれらのドローンについて専門家のフレシュ氏はこのようなコンセプト自体は以前から知られていたが実際に私たちに対して使用されるのを見たのは初めてだと述べています。使用された機体が固定翼型か回転翼型かは特定されていないものの敵側の情報で試作機を確認したことがあるとしています。一方、ウクライナ軍もいくつかの回転翼型ドローン運搬システムを試験しており、特に注目されているのが、ウクライナ海兵隊の第414独立無人攻撃機システム連隊です。この部隊は指揮官のコールサインにちなみ、マジャールの鳥、プタヒーマジャラとして知られ、今年5月には FPV ドローンや爆撃機として使用できる大型回転翼ドローンを受領しています。また、ウクライナの非営利組織ワイルドホーネッツが開発した巨大な FPV ドローンクイーンホーネットも FPV ドローンの母機や通信中継機として試験されており、その最大積載量は 9.5kg とされています。これらの技術的進展は戦場でのドローン運用に新たな展開をもたらしており、特に FPV ドローンの活用においてはさらなる改良が期待されています。ドローン母機の概念はかつての航空母艦の歴史と共通点を持つ。ドローン運搬ドローンという新しい戦術の概念は複数の場面で検討されており、いくつかの試作品もすでに公開されています。これらの技術が試作段階を超えて実戦投入されたかは不明ですが、小型ドローンの設計や製造、そして実戦投入のプロセスが非常に迅速かつ容易であることを考えると、すでに収益しているものが存在しても不思議ではありません。もちろん、双方の軍は最新の長距離 FPV ドローン攻撃能力に関する詳細は秘密にしておきたいのが現実です。空母の歴史的背景とドローン戦略の相似。歴史に目を向けると、将来の戦争におけるドローン母機の役割に関する手がかりを得ることができるかもしれません。第一次世界大戦中、服用機、上下に2万以上の主翼を持つ航空機は、偵察任務に役立つことが証明されましたが、脆弱な機体ゆえに、爆撃任務に使おうと考える指揮官はほとんどいませんでした。服用機は大量の爆弾を運ぶことができず、目標地点に到達するまでに時間がかかり、悪天候では運用が難しく、容易に撃墜されるリスクが高かったのです。これらの欠点は現代の FPV ドローンにも当てはまる部分が多いと言えるでしょう。海戦において、航空機の使用は航続距離の短さから沿岸防御に限られていると考えられていました。当時、外洋での戦闘は戦艦同士の大砲の撃ち合いによって決着がつくと信じられていたのです。米海軍作戦部長だった
ウィリアム・ベンソン提督も航空機の軍事的価値に懐疑的でした。彼は艦隊で航空機を使う必要性は感じないと述べ、さらに海軍に航空機は不要で、ただ騒がしいだけの存在だと断じました。しかし、これに異を唱えたのが、米陸軍航空隊のウィリアム・ミッチェル准将でした。彼は第一次世界大戦中、フランスで米軍の航空部隊を指揮し、航空機の戦術的可能性を確信していました。1920年、ミッチェルは米議会で陸軍航空隊が戦艦を沈められると豪語し、海軍の提督たちを驚愕させました。この主張を証明するため、1921年7月に行われた実験では、陸軍航空隊の爆撃機がドイツ軍の戦利艦オストフリースラントを標的にし、900kg 爆弾を複数投下して撃沈することに成功しました。空母自体はその少し前から運用されていましたが、1923年に英国で建造されたハーミーズは、航空機を多数搭載できるように設計された世界初の専用空母でした。これにより、航空戦力は海上のどこにでも到達できるようになったのです。空母の優位性が完全に確立されるには数十年を要しましたが、1920年代初頭には、ミッチェルのような先見の明を持つ軍事思想家によって、すでに未来の戦争の形が予見されていたのです。このようにドローン母機の概念もまた、航空母艦の歴史と同様に未来の戦争において新たな戦術の一部となり得るのです。無人空母を中心とする無人機打撃群の登場は近いのだろうか。無人空中空母の構想とその展開。ドローンを運ぶための大規模なドローン、いわばドローン運搬ドローンは、基本的にドローンが到達可能な場所であればどこへでも行けると考えられる。現時点でロシアのシャヘドやウクライナのボベル、ビーバー、リューティー、ドーモーといった長距離攻撃ドローンが使用されているが、これらのドローンも単一の弾頭を搭載する代わりに複数の FPV ドローンを積載することができると予想される。これにより駐機中の航空機や燃料貯蔵施設などの脆弱な目標に対して複数回にわたる精密攻撃が可能になるだろう。このような精密攻撃を実現するためには衛星通信や高度な AI ターゲティング、目標指定が不可欠だが、現代の技術ではどちらもすでに利用可能な状況にある。FPV ドローンはすでに戦場の形を変えており、例えばロシア軍は戦車が FPV ドローンによる攻撃を受けるのを防ぐために、幅約 10km の戦車禁止区域を設定しているとの報道もある。このドローン運搬ドローンが前線に導入されれば、このような危険区域はさらに数十キロメートル、あるいは数百キロメートルと拡大する可能性が高い。